こんにちは。ハイズラボです。今回は現状仕様に不備はありませんが、ハードディスクが遅いのとメモリーの容量が小さいので、今後使用するには不安がありました。いろいろとアップグレードしようと思いますので、全3回に分けて動画を撮ります。そこで今回は M2SSD 交換とメモリー増設、そして Windows 10のクリーンインストールを行います。パソコン本体の背面にあるリリースレバーをスライドさせて側面のカバーを取り外します。フロントパネルの爪4箇所を持ち上げ、フロントパネルを取り外します。ハードディスクのケーブルを2箇所取り外します。ハードディスクの横にあるリリースレバーを引き、ハードディスクを取り外します。DVD ドライブのケーブルを2箇所取り外します。DVD ドライブを取り外します。リリースレバーを引き、ドライブゲージを取り外します。今回使用する M2SSD はこちら。余っていた M2SSD256GB です。そしてシリコンパワー製のメモリー 8GB です。まずはメモリー増設から行います。メモリー取り付け部分のソケットのラッチを開き、メモリーを差し込みます。この時カチッという音が鳴るまで強く差し込んでください。差し込みできたら、しっかりとラッチが閉じてることを確認してください。M2SSD を所定の位置に取り付けて、ネジで固定します。ドライブゲージを取り付けます。DVD ドライブを取り付けます。フロントパネルを取り付けます。カバーを取り付けます。これで完了です。それでは
Windows 10のクリーンインストールを行います。 Windows 10のインストールメディアを用意します。インストールメディアの作り方は過去の動画をご覧ください。インストールメディアの USB を USB ポートに挿します。パソコンの電源を入れます。自動で Windows 10のインストールセットアップ画面が表示されます。言語等を確認し、次へをクリックします。今すぐインストールをクリックします。同意しますにチェックをして、次へをクリックします。カスタム Windows のみをインストールするをクリックします。インストール先のパーティションを選択し、次へをクリックします。Windows 10のインストールが開始されますので、待ちます。Windows 10の設定に進みます。住まいの地域、日本を選択します。キーボードレイアウトで、はい、を選択し、キーボードレイアウト追加をスキップします。インターネットに接続していませんをクリックします。制限された設定で続行するをクリックします。パソコン名を入力し、次へをクリックします。パスワードは必要に応じて入力してください。不要な場合は空欄のまま、次へをクリックします。表示内容を確認し、進んでください。設定完了後、準備中となるので、しばらく待ちます。無事、Windows 10が起動しました。起動後、ネットワークに接続すると、自動的に Windows のライセンス認証が始まります。今すぐライセンス認証をしてください、の表示が消えれば大丈夫です。M2SSD も問題なく動作しています。メモリーも増設したので、16GB になっています。SSD 交換とメモリー増設、そして Windows 10のクリーンインストールで劇的に動作が速くなりました。ハードディスクの人やメモリーが 8GB 以下の人は交換・増設すると良いでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をお願いいたします。